こんばんは。ああ、いらっしゃいませ。何かお探しですか？ええ。私はスコット・シェルビー、私立探偵です。折り紙殺人の件を調査しています。いくつか質問があります。私の息子は死にました、シェルビーさん。何も言うことはありません。私も愛する人を失いました。お気持ちはわかります。ならばわかるでしょう。何も話したくない気持ちが。犯人はまた誘拐しました。10歳の少年、息子さんと同じです。4日以内に何とかしなければ荒れ地で彼の死体を見つける羽目になる。私の息子の時は助けなどなかった。さあどうかお引き取りください。喘息の薬はあります。ちょうど切らしてて、せっかく来たのに何も収穫がないままなのも。奥の右側の棚です。ありがとう。いらっしゃいませ。何かお探しのものがおありですか？レジの金をよこせ。おかしな真似はするなよ。レジを開けろってんだよ。カウンターに金を置け。くそ、聞こえないのか。さっさとレジを開けやがれ。いいえ、あなたにこの金を盗む権利はない。私が一生懸命稼いだ金だ。おい、お前、こっちだ。こっちに来い。動くな。手を挙げろ。さっさと手を挙げないと撃つぞ。ああ、私はスコットだ。君は？なんて名だ？アンドリュー。アンドリューだ。君には大切な人はいないのかい？ガールフレンドとか家族は？ああ、娘が一人、ジェシカって名だ。ジェシカが今の君を見たらどう思う？考えろ。最悪の事態になった場合を。今ならまだ間に合うぞ。今銃をしまえばここで起きたことを全て忘れよう。それでおしまいだ。店を出るんだ。間に合うだ？クソったれ。俺がここで何をしてると思ってるんだ。慌てないで落ち着くんだ。誰も君を傷つけはしない。みんなが冷静になれば全て丸く収まる。俺は冷静だ。何も問題ない。いいか、時間の無駄だ。銃を置いて出ていくんだ。忠告してんのか？忠告するのは俺だ。さあゆっくりその銃をポケットにしまって店から出ていくんだ。ここで起きたことは全て忘れる。君はもう一度人生をやり直すチャンスをつかめるんだ。どうだ？本当にありがとうございます。ここにあなたがいなかったらどうなっていたことか。無駄足ではなかったわけだ。それじゃあ、私の息子レザーがいなくなった時、ロッカーのチケットが入った手紙を受け取った。ロッカーを開けるとこの箱があった。何を意味するのかはわからないが、息子を私から奪った男からの何らかのメッセージなのかと思って。見てもいいかな？
どうかお役に立てるのでしたらその箱を持って行ってください。私はレザを助けることができなかった。でも他の子供を助けることができるかもしれません。シェルビーさん、生きていてもいいことなんてないと思い始めていましたが、それは間違いだと分かりましたよ。